レッスン1「変化の季節」ねえあんなもう夏が終わるのを感じる知ってる季節がこんなに早く変わるなんて馬鹿げてる夏の後に秋または秋と呼ばれる人もいますまさに好きな季節はありますか 秋は私のお気に入りだと思います色がとても綺麗です同感ですこの葉が色を変えて素晴らしい景色を作り出していますはい、どこでも赤、オレンジ、黄色を見るのが大好きです自然が傑作を描いているようなものです 秋には何かアクティビティを楽しんでいますか絶対に景色を眺めながら散歩するのが好きです。素敵ですね。この季節にパンプキン畑を訪れるのも大好きです。ああ、それは楽しい。カボチャも掘るの。 はい。ハロウィンに不気味な顔をするのが大好きですハロウィンはとても楽しい休日です今年はコスチュームのアイディアはありますか私は魔女になることを考えていますクラシックだけどいつも楽しいいい選択です私は幽霊になっていくかもしれない シンプルだけど効果的。ゴーストは素晴らしい。そして、食べ物はどうですか秋のおやつは好きですかパンプキンスパイスのすべてが大好きです。カップの中で温かく抱きしめるようなものです。こっちも同じ。そして、アップルサイダーは私のもう一つのお気に入りです。ヤム 秋は間違いなく心地よい味わいがいっぱいの季節です絶対に自然を楽しみ伝統を祝うには素晴らしい時期です秋の美しさと楽しさをもう一度体験するのが待ちきれませんレッスン2神話と伝説ねえアンナ

水ぶくれができたりすることはないと彼らは言った「うわあそれはすごいそれで彼は何の痛みもなく鍛えることができたの?」まさに彼は何の害もなく美しい武器や道具を作りましたそれは彼を他の鍛冶屋の中で非常に特別な存在にしたに違いありませんはい。 彼はその技能と受けた祝福で称賛されましたストーリーには彼が直面しなければならなかった課題はありましたか間違いない最終的に彼は神々からの性格の試練に直面しましたああどんなテスト 彼は才能があるにもかかわらず謙虚さと優しさを証明しなければならなかった。それは貴重な教訓です。彼は成功したの彼がやった。彼の善良な心は輝き、神々は彼に報いました。なんて美しい話でしょう。才能には責任が伴うことを思い出させてくれます。 まさに、神話はしばしば私たちに人生の重要な教訓を教えてくれます。好きな神話や伝説はありますかヘラクレスの話が大好きです。彼の強さと試練は伝説的です。ヘラクレスはクラシックです。神話に登場する英雄はいつも私たちにインスピレーションを与えてくれます。 彼らは本当にそうしますこのような物語は私たちの想像力をかきたててくれます教訓さん政策の視点ねえアンナ職場での新しいポリシー変更について読んでいましたああ本当に彼らについてどう思いますかこの政策は 特に供給に関する私たちの懸念の多くに対処してくれると思いますそれは有望ですね具体的にどのような問題をターゲットにしているのでしょうか主に仕事を効率的に行うために必要なものが揃っていることを確認しますそれは重要です最近供給不足になったことはありますか はい。機器に遅延があり、締め切りに間に合わせるのが難しくなっています。想像できます。それがチームの生産性にどのような影響を与えましたか間違いなく私たちのペースは落ちましたが、私たちは適応するための創造的な方法を見つけてきました。それは嬉しいですね。このような状況では、適応性が鍵となります。 まさに。しかし、新しい政策によって状況が大幅に改善されることを期待しています。チームの指揮も上がると思いますか私はそう信じています。リソースがあると、みんなのモチベーションが上がります。それ割にかなっています。サポートの行き届いたチームは、 大抵幸せなチームです絶対に変更がどれだけ早く実装されるのか興味があります私も新しいポリシーがどのように職場環境を形作るかを見るのはいつもワクワクします間違いないみんなのワークフローの効率化につながることを願っています 指を交差させた経営人が従業員のニーズに耳を傾けるのはいつでも良いことですはいコミュニケーションは活気ある職場に不可欠ですレッスンン4効果的なミーティングアンナさん効果的な会議戦略について読んでいますああ それは面白そうですね。何を学んだのこれは最大6人で定期的に実行できることがわかりました。いいサイズだね。なぜ6が理想的な数字だと思いますか混乱しすぎることなく、誰もが自分の考えを共有することができます。まさに。 グループが大きいと全員の参加を確保するのが難しくなります正しいまた少人数のグループは商談に非常に役立つことも学びましたはい彼らはより良いコミュニケーションとコラボレーションを促進することができますさらに さまざまな人が独自の視点をテーブルにもたらすことができます。絶対に、多くの場合、多様な視点がより革新的なソリューションにつながります。規模が大きすぎる会議に参加したことはありますかはい、半分の時間がみんなの意見を聞いてもらうのに費やされたように感じました。 それはイライラするかもしれません。それを管理する最善の方法は何だと思いますか会議の前に明確な議題を設定することが重要だと思います。素晴らしいアイデアです。これにより、議論の焦点が絞られ、順調に進められます。また、一人一人が話すことができるようにすることで、 誰もが大切にされていると感じることができます同感ですインクルーシブな環境を作ることは重要ですテクノロジーがこれに役立つと思いますか間違いないビデオ会議のようなツールを使えば遠隔地のチームメンバーを効率よくつなげることができますはい 参加できなかった人のためにディスカッションを記録できますまさにそうすれば全員が常に情報を把握しエンゲージメントを高めることができます「レッスンンビーーチバケーションの必需品いやああんなビーチでの休暇にワクワクしてる」「私も」 旅行に必要なものはすべて見つかかりましたかほぼ見せびらかすのが待ちきれないトレンディーなビーチウェアをいくつかピックアップしましたそれはすごいどんなスタイルを選んだの明るくカラフルな水着とおしゃれなカバーアップをゲットしましたビーチにぴったりですね。 新しいサングラスを買うつもりです素晴らしいアイデアです太陽から目を守るにはサングラスは必須ですまさにさらにどんな服装にも楽しい雰囲気を添えます同感ですアクセサリーは持ってきますか はい、顔に太陽が当たらない可愛いビーチハットを見つけました。それは賢い、良い帽子は大きな違いを生む。ビーチバッグの準備はできていますか私はそう思う。タオル、日焼け止め、スナックを入れるのに十分な大きさです。 おやつは必須です。何を詰めるの新鮮なフルーツとグラノーラバーについて考えていますやむヘルシーなスナックはビーチで過ごす一日にぴったりです絶対にそれとリラックスして読書できる良い本を持ってきます。 それは素晴らしいですね。私は海の波のそばで本を読むのが大好きです。私もトレンディーなアイテムでビーチでの休暇の準備は万端です。レッスン6クラスルームダイナミクスねえ、アンナ、私たちの教室が時々騒がしいことに気づきましたかはい。 特に全員が同時に話しているときは、かなりうるさくなることがあります。まさに、そうなると耳鳴りがするみたい。言いたいことはわかるよ。先生の指示に集中するのは難しいかもしれません。私たちの教室は机でいっぱいで、 さらに混雑しているように感じます正しいそして私たちのクラスにはたくさんの生徒がいるとすぐに混乱することがあります少人数のクラスが騒音の改善に役立つと思いますか間違いない少人数のグループの方がコミュニケーションが良くなりますさらに 教師は各生徒にもっと注意を払うことができましたまさに、そうすれば焦らずに質問ができましたちょうどいい人数で授業を受けたことはありますかはい、前回のアートクラスには生徒が10人しかいなかったのですがとても魅力的でした すごいですね。誰もが自由にアイデアを共有できました。はい。そして私たちのプロジェクトについてフィードバックする時間が増えました。それは学習にとって重要だと思います。グループワークについてどう思いますか私はそれが好きですが、みんなが一度に話そうとするとうるさいこともあります。 本当、コラボレーションと集中力のバランスを見つけることがすべてです「同意しました」先生にいくつかの変更を提案できるかもしれませんそれは素晴らしいアイディアだ教室の環境を改善することはすべての人に利益をもたらすでしょう「レッスン7料理の冒険」 ねえアンナ最近このあたりで新しいレストランを見つけたこんにちはジョンはいヘルシーな食事も提供している特定のヨガプログラムを見つけましたそれは面白そうですね彼らはベジタリアン料理やビーガン料理に焦点を当てていますかいろいろあります。ベジタリアンの食事もあれば ヴィーガンでグルテンフリーの食事もあります。レストランが様々な食事のニーズに応えるのが大好きです。その中で一番好きな料理は何ですかロースト野菜のキヌアサラダを食べてみましたが、美味しかったです。とても新鮮で食べ応えがあります。すごいですね。 ヘルシーな食事のアイディアをいつも探しています。スムージーはありますかはい。フルーツやスーパーフードがたっぷり入ったスムージーを幅広く提供しています。ベリーブレンドは私のお気に入りです。ヤム。ベリースムージーが大好きです。他におすすめの場所はありますか オープンしたばかりりのの新しいタイのお店があります。彼らのパッタイはすごいって聞いたよ本格的なタイ料理を食べてみたいと思っていましたデザートのオプションはどうココナッツもち米のデザートがあっておいしそうああ、私はココナッツが大好きですそれは必見のようですね。 一緒に調べてみるべきだと思う絶対に友達と一緒にこの辺りで新しい食事場所を見つけるのはいつでも素晴らしいことです。同感です。郷土料理を探検するのは、とても楽しい冒険です。一日出かける計画を立てましょう。レッスン8動物園の思い出 ねえ、アンナ、子供の頃に動物園に行ったことを思い出してた。楽しそうだね。見たい動物はいましたか私はいつも象を見るのを楽しんでいました。彼らはとても優しくて賢そうだった。象はすごい。私はライオンが大好きでした。ライオンの轟音はとても強かったです。 それは本当です。私はいつも彼らの大きさに魅了されていました動物園にはよく行きましたかそうでもない私の家族は遠くに住んでいたので年に2 3回しか行かなかったこっちも同じ「行くたびに特別な気分になりました」特定の訪問を覚えていますか はい、ある時、キリンに餌をあげなきゃいけなかったんだその舌はとても長かったそれはとても素晴らしい経験です私もずっと餌をあげたいと思っていました忘れられない思い出になりましたあなたはどう記憶に残る瞬間は サルが私の帽子を盗もうとした日を覚えています。面白かった。サルはいたずら好きですね。彼らはいつも何かを企んでいるように見える。はい。彼らは私を笑わせた。動物園で写真を撮ったことはありますかたくさん。 私はそれらの写真を振り返るのが大好きです。彼らはたくさんの思い出を呼び戻します。古い写真も掘り起こさないと、一緒に思い出してみるのも楽しいだろう。間違いない。いつか動物園への旅行を計画して、新しい思い出を作れるかもしれません。 それは完璧なアイデアのようですね。また体験してみたいです。レッスン9世界中の君主ねえ、あんなほとんどの国に王と女王がいなくなったことについて読んでいました。それは本当です。多くの国が他の政府形態に移行しているのは興味深いことです。 はい。しかし立憲君主制のまま残っている国もありますまさにイギリスや日本のような国にはまだ皇帝や君主がいますそれらの国の王室の伝統は本当に興味深いと思います私も式典や行事には歴史が染み込んでいます 結婚式や体冠式のような王室の行事を見たことがありますかはいハリー王子とメーガンの結婚式を見ました素晴らしかったです素晴らしいイベントでした音楽衣装すべてがとてもエレガントでした絶対にそして それは世界中の人々に大きな興奮をもたらしました。王族が今日でも世間の注目を集めることができるのは、興味深いことです。間違いない、君主性を持つことは国民的アイデンティティに役立つと思いますか私はそうだと信じています。それは人々を共有された歴史と文化に結びつけます。 それは良い点です。王室の遺産を誇りに思う人もいる正しいしかし君主制が時代遅れかどうかについても議論があります本当選挙で選ばれた役人が唯一の指導者であるべきだと主張する人もいますこれは複雑な問題です。 現代の君主制についてどう思いますか権力を持ちすぎない限り、民主主義と共存できると思います。それは理にかなっています。健全な社会にはバランスが重要だ。レッスン10、自然の法要。やあ、アンナ。 この完璧な場所に住むのがどれだけ好きかずと考えてたそれは素晴らしいですねどんなところが一番楽しいですか私は自分を取り巻く美しさで生きていますその美しさは毎日私にインスピレーションを与えてくれます自然はとても気分を高揚させてくれます屋外で過ごす時間が多いんですか絶対に 私は息を呑むような景色に導いてくれるトレイルを歩きますすごいですね、どんなトレイルを探検するの背の高い木々が生い茂る森の小道と野生の花でいっぱいの野原がありますうわあ、それがどんなに平和なことか想像できるよ、写真は撮りますか はい。風景を撮るのが大好きです。季節ごとに何か新しいものが登場します。それは素晴らしいアイディアだ。ハイキングに一番好きな季節はいつですか秋は私のお気に入りだと思います。色彩は鮮やかで魔法のような感じです。同感です。 爽やかな空気と色とりどりの葉が、すべてが生きているように感じさせます。まさに、自然を振り返り、感謝する絶好の機会です。散歩中に野生動物を見たことがありますかはい、蚊、ウサギ、さらには数匹の鷹も見ました。スリル満点です。 それは素晴らしいい経験にになるに違いありません。自然には驚きがいっぱいです本当にそうです外にいると周りの世界ととてもつながっているように感じますわかりました自然の中で過ごす時間はとても元気になります間違いないゆっくりして。 シンプルなことを楽しむことを思い出させてくれます。レッスン11水域をナビゲートするねえ、アンナ、先日、水に関連する新しい用語を学びました。ああ、本当にそれは何それは、航行可能な水と呼ばれています。 水深がちょうど安全に航行できる程度の水深のことを指しますそれは面白いだからボートや船にとって大事だよねまさに海が航行できないと船が詰まったり損傷したりする可能性がありますボートに乗ったことはありますかはい 小さな川船に一度乗ったことがありますがとても楽しかったですわくわくしますね川沿いで面白い光景は見ましたかやった美しい木々や野生動物もいました自然の中にいるのが大好き水上は穏やかだったに違いない。 本当にそうだった。優しい水の音がとてもリラックスできましたその度の特定の瞬間を覚えていますかはいアヒルの家族が一緒に泳いでいるのを見つけたなんてかわいい自然にはいつもそんな小さな驚きがあります。 絶対に、航行可能な海域を理解することは、安全にとって重要だということを学びました。間違いない、チリが私たちの活動にどのように影響するかは興味深いです。です。水深を知ることは、釣りやボートなどのアクティビティを計画するのに役立ちます。 それは素晴らしい点です。自然を大切にしながら楽しむことが大切です。これ以上同意できませんでした。情報を得ることは、私たちの経験をさらに良くします。レッスン12ロンドン行きねえ、アンナ、どうも。来週ロンドンに行くよ。 本当に、ワクワクする。あなたはどうロンドンにも行きます。何という偶然でしょう。私たちは二人とも同じ冒険をしているようです。何を見るつもりなの大英博物館に行って、歴史的物を見たいです。 素晴らしい選択です。素晴らしいコレクションがあると聞きました。はい。特にロゼッタ。ストーンに興味があります。あなたはどうバッキンガム宮殿を探検して、英兵交代式を見たいです。それは楽しい経験のようですね。 ロンドンに行ったことはありますかいいえ、今回が初めてです。全部見るのが待ちきれません。こっちも同じ。通りには活気に満ちた文化がたくさんあると聞きました。間違いない。また、伝統的な英国料理を試してみるのも楽しみです。 私もフィッシュチップスは必見ですアフタヌーンティーはいかがですかとても素敵ですね同感です。お茶を飲みながらペストリーを楽しみたいなパーフェクト。地元の市場もいくつか訪れる予定があるはずです それは素晴らしいアイディアだ彼らはしばしばユニークな工芸品や食べ物を持っていますはい、旅の思い出に特別なお土産を探すのが大好きです絶対に私たち二人にとって忘れられない冒険になるでしょうレッスン13移動方法ねえ アンナアートギャラリーへの行き方を知っていますかはいそうですここからそう遠くない本当に長い道のりになるかと思ったいいえ少し遠いですがバスやタクシーで簡単に行くことができます便利そうですね。 バスはどのくらいの頻度で走りますか15分おきに運行しているので長く待つ必要はありませんパーフェクト訪れる価値はあると思いますか絶対に展示品は素晴らしく常に変化しています「現代アートが大好き」。 特集されているアーティストはいますかはい。地元や海外のアーティストの作品があります。それはワクワクする、ユニークな作品を見てみたいです。きっとあなたの目を引くものが見つかるはずです。そこにどれくらいの時間を費やすべきだと思いますか 展示をじっくり楽しむには最低でも2時間は時間をかけることをおすすめします素晴らしい。十分な時間をとっておくよ。ギフトショップも忘れずにチェックしてくださいかっこいいアイテムがいくつかあります素晴らしいユニークなお土産を探すのが大好きです私も。 訪問を思い出すのに最適な方法ですヒントをありがとうアンナ、行くのが待ちきれませんレッスン14新しい場所を探索するねえ、アンナ、ダウンタウンに新しい市場がオープンしたと聞きましたああ、本当に そこは探索するには楽しい場所のようですね。はい。地元の工芸品やおいしい食べ物があると聞きました。私はそのような市場が大好きです。とても活気のある雰囲気です。まさに、さらに、地元のアーティストやベンダーをサポートするのにも最適な方法です。 訪問する場所について、あなたが私に与えてくれたすべての提案に感謝します。それを聞いて嬉しいよ。私たちの街には発見すべきことがたくさんあります。気になる特定のベンダーはありますか屋台が待ち遠しいです。タコスについてすごいことを聞いたよ。 タコスは素晴らしいですね。個性的な味があるといいですね。スパイシーなマンゴーとチポトレチキンがあると聞きました。うわぁ、おいしそう。それも絶対食べてみます。一緒に行って、一日を過ごしましょう。 それは素晴らしいアイデアです。市場を見て回って、ランチを食べましょう。そして、友達へのクールな手作りギフトを見つけるかもしれません。はい。ストーリー性のあるユニークなギフトが大好きです。楽しい冒険になるよ。あなたと一緒に確認するのが待ちきれません。 レッスン15「ショッピングストレス」「ねえアンナ買い物中にストレスを感じたことはありますか?」そうそう「絶対に」時には本当に圧倒されることもあります「言いたいことはわかるよ」「店が混みすぎると迷惑だ」「間違いない」「関係者全員にとって」 買い物はストレスになりますそして人々がお互いを通り過ぎると混沌とした感じがしますまさにできれば静かな時間に買い物をするのが好きだそれは賢い考えだ買い物をするのに一番好きな時間は何時ですか通常 早朝または夕方遅くが最適です同感ですそれにそうすればスタッフからもっと注目されるよ本当急がずに誰かに助けてもらえるのはいいですね楽しいショッピング体験をしたことはありますかはい 先月ポップアップマーケットに行ったんだけど、すごく賑やかだったよ。ワクワクしますね。何が一番楽しかったですか雰囲気も良く、ユニークなハンドメイドのアイテムも見つけました。ユニークなものを発見するのが大好きです。何か特別なものを買ったの はい、美しい手書きのマグカップを買いました。今のお気に入りです。それはすごい。ユニークなアイテムは買い物をする価値があると思います。絶対に経験と発見がすべてです。近々、地元のマーケットを一緒にチェックしてみよう。 チャンネル登録、いいね、共有してください。あなたのサポートは、私たちがより素晴らしいコンテンツを作成するのに役立ちます。ありがとうございます。